篠崎公園、篠崎公園は、東京都江戸川区にある、東京都立の公園である、上篠崎、篠崎町、西篠崎、谷、河内、南篠崎町、鹿堀にまたがる、東公園の起源は1940年に、期限2600年事業の一つとして計画された、篠崎緑地である、1942年までに154ヘクタールが、買収されたが、 太平洋戦争により整備が中断。戦時中は、校舎法人地などが置かれ、飛行場も建設された。戦後は、農地改革によって、買収済みの公園用地をほぼすべて工作者に開放した。1957年、篠崎公園は163.8ヘクタールの公園として都市計画決定され、再び用地買収を開始。 北側のまとまった用地を公園として整備し、1967年7月26日に開園した。しかし、対象地域の宅地化が進行したため、1976年に計画面積を一気に86.8ヘクタールに削減した。しかしこの削減にあたっても、A 地区と B 地区を接続する回廊部分は、過労うで計画地域に残した。 2012年2月27日、東京都公園審議会は、篠崎公園の整備計画を投申した。現在では運動場や多目的広場など、約28ヘクタールが完成しているが、今後も、この投申に基づく整備が予定されており、篠崎町や谷川地近辺の至るところに、篠崎公園用地が点々と存在している。公園の江戸川川は、 江戸川高企画堤防事業の篠崎公園地区として2016年度から事業が始まり、2026年度完成をめどに、かさ上げ工事が行われている。約6.4ヘクタール。完成後は大規模救出救助活動拠点となる。東公園は、スポーツ施設をはじめ、広い芝山と草地や児童遊園などがあり、周辺住民を中心に多くの人に利用されている。なお、 公園は2カ所に分かれており、江戸川区上篠崎を中心とした地区にある部分を A 地区、江戸川区鹿骨付近にある地区を B 地区、または獅子骨地区と呼ばれている。なお、A 地区と B 地区は徒歩で5分から10分ほど離れた地区にある。A 地区は一級河川の江戸川と隣接しており、河川敷上には篠崎緑地や江戸川グランド、東公園から 多少距離はあるが篠の尾崎ポニーランドがある。これらの緑地地帯と合わせ、東公園は江戸川区東部では貴重な緑地スペースになっており、園内には高さ3メートル以上の高木が6560本、低木が1万1株植えられている。春には桜の広場で40本の桜を見ることができる。毎年秋に開催される江戸川区民祭りの会場となり、この日は多くの人で賑わう。 また、毎年8月第1土曜日に開催される、江戸川区花火大会の花火観覧スポットとしても、利用されている。各スポーツ施設は予約制。住所、東京都江戸川区場、篠崎1-25の市住所、東京都江戸川区場、篠崎4の子の一上期にもあるが、A 地区と B 地区は、徒歩で5から10分ほど離れている。A 地区 B 地区公園、緑地。 スポーツ史跡商業公園、緑地、スポーツ史跡商業1957年建設賞、国事1689号、竹内智子、都市計画、篠崎公園を事例とした、東京都市計画公園緑地の変遷に関する、研究、平成19年度日本造園学会全国、大会研究発表論文集70、653から656、 http://1.2.ac.jp://11006655689976 na nait 年東京都国地686号80ヘクタール近い削減は東京都の都市計画史上最大の削減面積東京都公園審議会都立篠崎公園の整備計画 h t t p w w w k e n s e t s u m e t r o t o k y o j p k o u e n s h i n g e i k a i 2 3 t o u s h i n s n o t h h t m l 2 0 1 3年4月21日。閲覧。ありがとうございます。